BOB 本戦のフィールド、砂に覆われた孤島か。確かプレイヤー同士は離れているから開始直後に狙撃されることはないだろうけど、物陰に隠れながら移動するとするか。まずはシノンを探して合流しないと。運よく近くにいればいいんだけど、見渡す限り誰もいなさそうだ。本戦中は通信ツールが一切使えないから不便だな。まずはフィールドの中央へ移動しよう。キリト、遅いわね。どこかで戦闘に巻き込まれているのか。まさかデスガンに遭遇したのか。もうしばらく待っても来ないようなら、少し周りを見てこようかしら。戦闘が始まった。スナイパーライフルのスコープを使って1対1、いえ一方的に追い詰められているみたい。でもすごい動き、あれはかなり強いわね。この調子ならすぐに勝負はついちゃうかな。ボロボロのマットに、武器はスナイパーライフルかしら。ボロボロのマットってまさか。この距離じゃアバター名は表示されないわね。せやけど、その間にあのプレイヤーが倒されてしまったら、リアルの方も迷っている暇はないわ。獲物を横取りしてごめんなさい。アバター名を確認するまではデスガンを倒すこともできないわ。だから狙われている方は倒してみたのだけど、おそらくデスガンの標的からは外せないはず。いけない、考えている時間はないわ。場所を移動しないと。さっきの狙撃でデスガンに居場所がバレてしまっただろうし。キリト、早く来なさいよ。まさか。そんな、信じられない。変装のために別アカウントを使うって言ってたけど。ほら、あの剣さばきはキリトだよ。間違っ、名前もキリコだしな。でもよ、なんで女の子になっちまったんだよ。いや、もともと可愛い顔してたのはまさか。待て、落ち着け。おそらく男性のレアアバターだろう。知ってる人にはバレバレよね。さすがにちょっとびっくりしたけど。安心してください、ママ。パパの戦闘力は外見が変わっても同じです。驚き、違和感、笑い、いろんな感情があって、何と言っていいかわからない。笑っていいと思うよ。ねえ、あのキリコ、スクリーンショット撮れないの？オッケー、記念にいっぱい撮っておこう。とか言ってるうちにもうキリトさん勝っちゃいましたよ。あれ、画面が切り替わっちゃった。おそらくフィールドのあちこちに中継カメラがあって、戦闘しているところだけを流しているんだと思います。なるほど。次の戦闘は誰だろう。見て、誰かが遠くから漁夫の利を狙ってるわ。へえ、女の子プレイヤーも参加してるんだ。リズさん、あの子どこかで見たような。おいおい、あの銃はシノン。待って待って、聞いてないわよ。シノンが参戦しているなんて。なんでだろう、僕も BOB 参加したかったのに。それは危ないからって絶対禁止って言われてたのに。シノンさん、この前デスガンの話をしていた時に具合が悪くなってましたよね。でもシノンさんとデスガンってなんか関係あるの？私はてっきり銃の事件の話だったからと思っていたんだけど。もうシノンったら、キリト君より無茶してどうするのよ。私ソート君に行ってくる。待てなあ、今の映像を巻き戻しできないか。録画してあるから、そっちのデータなら。ちょっと見せてくれ。これはラフィンコフィンのエンブレム。おい、なんで GGO にラフコフがいるんだよ。わからない、わからないけど、私、気候家さんにこのことを知らせてくる。
みんなはここで待ってて。フィールドの中央というとこの辺りのはずだな。シノンなら狙撃ポジションを確保しているだろうから、多分あの辺かな。試しに上がってみるか。シノン、シノン、しっかりしろ。キリトだな。ああ、そうだ。お前の我が名はデスガンだ。真の力で裁きを下す者。あの頃の名前ではないな。ほう、そこまでは思い出したのか。どういう意味だ。そこの女、お前の仲間だったな。後でゆっくりとどめを刺してやろう。仲間が死ぬ姿を見るがいい。己の無力さと愚かさをかみしめながらな。さあ、剣を。奇襲成功。スモークで何も見えないだろう。おとなしく俺のマシンガンの餌食になりな。下でも戦闘が始まったようだな。このような場は裁きを下すにせいぜい怯え逃げ惑うがいい。待て、どういう意味だ。シノンがお前の標的だというのか。デスガン、どこに行った。おっと、生き残り発見。悪いけど、あんたの相手をしている暇はない。デスガン、煙に紛れて下へ飛び降りたのか。いや、下の方でも戦闘が起きているし、レアなハイドスキルでも持っているのか。シノン、大丈夫か。ひどくは収めている。とにかく離脱するか。ごめん、キリト。シノ、俺に捕まれ。とりあえずこの場から離れよう。これだけ銃撃の音がしたんだ。すぐにあちこちからプレイヤーがやってくるに違いない。デスガンもそれを気にしたんだろう。どこか隠れられる場所を探さないと。ひとまずこの中で隠れていよう。デスガンは大丈夫だ。ここにはいない。さっきも突然現れたの。ん？デスガンがプレイヤーを殺そうとしていたから、それを防ごうと狙撃して、場所がバレたからすぐに移動したわ。でも突然。さっきも突然消えたようにいなくなったな。もしかすると自分を透明化するようなガジェットや。ガジェットの力。そうね、それなら納得できるわ。この辺りなら足音はよく聞こえるだろうし、少しは安心ね。情けないところを見せちゃったわね。デスガンにあの銃口を向けられた途端、身がすくんだわ。反撃なんて考えることすらできなかった。私の相手だけど、私はやっぱり弱いのね。シノンは弱くないよ。さっきだって見ず知らずのプレイヤーを助けたじゃないか。今度は俺の番だ。シノンは俺が守る。だからここで休んでいてほしい。キリト、一人で行くつもりなの？あなたは本当に強いのね。そんなことはない。俺だって怖いさ。それでももう二度と仲間を失うのは嫌なんだ。絶対に。Thank you.
私だけ寄りかからせて、あなたの強さを私にちょうだい。シノン。11歳の時、私は人を殺した。それからずっとあの銃に怯えていた。CGO に来て銃が全く平気だと分かった時、嬉しかったわ。現実世界の私もいつかトラウマを克服できるようになると思った。キリトやアスナ、みんなが私を支えてくれていたから。でも全くダメね。だけどこのまま怯えているのは死ぬより嫌。私も戦うわ。危険だ。デスガンは君も標的にしている。俺は現実の体を病院でモニターしてもらっているけれど、君は一人暮らしのアパートだろ。お互い危険なことに変わりはないわ。デスガンが現実の私を襲うわけでもないんだし。あ、現実のシノンを襲う？不可能よ。デスガンは GGO にログインしているんだもの。それに私のいる場所なんてデスガンが知るはずもないわ。いや、そもそもデスガンは一人なのか。え？デスガンに協力者がいるのかもしれない。いや、いるんだ、二人目のデスガンが。どういうこと？一人目、つまりあのボロマントのアバターが GGO 内で標的を撃つ。同時に現実世界で二人目が無抵抗のプレイヤーを殺すんだ。無理よ。プレイヤーのリアルの居場所なんて誰も知らないわ。そこなんだよな。プレイヤーの住所なんてザスカーですら知らないだろ。だから飛行家もデスガンのアバター面を確認した後、ログを追跡して現実世界の奴を探さなければいけないらしいし。だけどデスガンが SAO サバイバーだと分かったんだ。その頃の名前が分かればリアルの情報もすぐに分かる。 SAO サバイバーは住所や本名を全て政府が確認しているからね。あいつの名前さえ思い出せればいいんだけど。ねえキリト、ちょっと思いついたのだけど、ザスカーならプレイヤーの住所を知っているかもしれない。どういうことだ？景品の送り先よ。 BOB もそうだけど、景品はレアアイテムだけじゃないわ。 GGO に出てくる銃のモデルガンもあるの。それを受け取るには住所を登録しなきゃいけないか。そういえば BOB 参加登録に住所の入力スペースがあったの。シノンはまさか登録しているのか。ザスカーのデータをどうやって。ですが、私の家の場所を知っているということね。シノン、大丈夫よ。怖いけど私は戦うわ。それなら作戦を立てよう。今までを振り返ると、デスガンはゲーム内でまず標的を殺している。いや、正確にはあの拳銃で撃っている。攻撃力の低い拳銃でだ。メインウェポンは別にあるのに、おかしい。何か意味があるのだと思う。だからその制限を利用しよう。シノンはデスガンには近づかないでくれ。おそらくデスガンは俺たちの後を追跡しているはずだ。シノンは俺の後を追い、デスガンとの戦いが始まったら狙撃で援護してくれ。あなただけ危険にさらすことはしたくない。でも互いの能力を考えればその作戦がベストなのは理解できる。行きましょう。
死ぬ覚悟はできたか。お前は俺を殺せない。俺の住所は登録していないからだ。いくらなんでも未登録の情報は手に入れられないだろう。ほう。お前の、いや、お前たちの手口は分かっているぞ、デスガン。俺の名は思い出せなかったようだな。お前は己のしたことを、罪を、全てを忘れようとした。俺はずっと覚えている。お前の名も、お前がしたことも。俺の標的はお前だ、黒の剣士キリト。 It's showtime。 珍しい武器だな。 GGO にそんな金属剣があるなんて聞いてないぞ。作ったのさ、スキルでな。重さも大きさもこれが限界のようだが、そんなおもちゃのように軽い剣はさぞかし不本意だろう。これもこれでいいものさ。剣は剣だ。お前を倒すには十分だ。針のように細長い剣、エストック。確かラッコクの上級幹部がその使い手だった。やつの鋭い太刀筋、あの時より格段に腕が上がっている。だがやつの剣だ。あいつ名前は、おとなしく自首しろ、デスガン。警察だってバカじゃない。お前のアバター名からログを解析できる。お前は知らないかもしれないが、 SAO サバイバーの情報は全て総務省が把握している。もう終わりにしろ、デスガン。惜しいな、黒の剣士。お前は俺の名を絶対に思い出せない。なぜそんなことを言える。俺はあの戦いの時名乗ろうとした。だがお前は拒否した。お前は俺の名前を知らない。だから思い出せない。ここで俺に倒され、あの女が殺される様をただ見ているがいい。約束の時が来たようだ、お前との決着を。そうか、お前とは SAO の後も会っていたんだな。うん、オリジン。そうだ。ほう、それは覚えていたのか。なぜ俺を狙う。討伐隊として、俺はあの時お前と戦った。そしてお前は捕らえられ、デスゲームをクリアするまで牢に閉じ込められた。俺は本物の殺人者だ。
生き残るためだけに殺したお前とは違う。偽りの力を振るうお前に裁きを与える。決して忘れられない記憶を植え付けてやる。このエストックつかみ、確か昔アスナから話を聞いたことがある。バーフコロの幹部である黒の装束の毒ナイフ使いジョニー・ブラックと、そしてもう一人の幹部、赤の逆十字を染めたマントを羽織り、赤い髪と瞳を持ったエストック使い。どうした、もう終わりか。このままではどうにかして奴に隙を作らないと。赤目のザザ、それがお前の名前だ。これで終わりだザザ。名前が分かった以上すぐにお前の身元は割れる。共犯者もすぐ捕まるだろう。ラフィン・コフィンの殺人はこれで完全に終わったんだ。まだ終わらない、終わらせない。あの人がお前を。終わったのね。ああ、やつの名前は分かったんだ。犯人たちはすぐに捕まえられるよ。だけど共犯者はもしかしたら私のそばに。デスガンはシノンを殺せなかった。あいつはおそらく自分のルールを持っている。共犯者がシノンを狙うことはないだろうけど、念のため気をつけてくれ。ログアウトしたらすぐに様子を見に行くよ。病院の場所からシノンの家まですぐだからな。ログアウト、この大会も決着をつけないといけないわ。そうだな。どうしよう。参ったな。モニターの前の観客はイライラして待ってるだろうし。二人で同時優勝はどうかしら。それができればいいけど、どうするの？お土産グレネード。負けそうな人が巻き添えで死に際にグレネードを転がすの。ほら、これあげる。